マイケル・キニオン。マイケル・キニオンは、イギリスの語源研究家、作家。ワールドワイド、ワーズという言語学のためのウェブサイトを運営している。ケンブリッジ大学で物理学を学び、英国放送協会のラジオ制作部門で、スタジオマネージャーとして働いていた。キニオンは、オックスフォード英語辞典や、1996年に出版された、オックスフォード信語辞典。 第2版に幅広く貢献した。その後、節字の辞書である、アラジスイザムズや、ポートアウト、スターボードホーム、アンドアザーランゲージミス、ギャラモーフリー、A、ホジパッチオブアワーアバニシングボキャブラリーを出版した。これとは別に、果樹園芸とサイダー作りの本も2冊出しており、サイダーメイキングが、シャイアップアブリケーションズから、 エイドリンクフォーイッツタイムがキニオン自身がキュレーターを務めるヘレフォードシャーシューヘレフォードのサイダー博物館から出版されている。キニオンが著作者でありウェブマスターとなっているウェブサイトワールドワイドワーズは英語における言葉や言い回しの意味や由来についての情報が集められ語源、文法、信語、文体、書評など幅広い問題が取り上げられている。このサイトでは 世界各地で使われている英語について、イギリスの観点からの研究がなされている。ワールドワイドワーズには、言葉に関する話題、奇妙な言葉、言葉や言い回しの起源についての記事、サイト閲覧者からの質問への回答などの膨大なデータベースがある。無料の週刊ニュースレターが提供されており、次の週にデータベースへ追加される予定の記事が掲載されている。 データベースでの公開までに余裕があるため、ニュースレターの読者が追加的な考察や論評を寄せることもあり、その一部は最終的にデータベースで公開される記事に盛り込まれることもある。キニオンが記事の中で繰り返し取り組んでいるのは民間語源への批判である。こうした語源に関する俗説は、言葉や表現の起源について誤解を招くような、また、 根拠のない説明をすることで、本当の起源をわからなくしてしまうことがよくある。キニオンの著作、ポートアウト、スターボードホーム、アンドアザーランゲージミス、バリーフー、バカー、アンドスパッツ、インジニアステールズ・オブ・ワーズ・アンド・ザ・オリジンズでは、そのような、誤った、語言説の例が多数扱われている。ありがとうございます。